ピューピュー鳴かないとあなたは生きていけないような。すげえ村井さん、だった。超すごい超すごい。私あの牧場育ちだったので卵毎日生まれてたんですけど、はい、ここで話す話しか分かんないですけど毎朝目玉焼きにしてました。なんてこと言うんだ。コールダックです。コールダック、コールダックって言うとアヒルの、あ、これ鶏じゃないですか。鶏じゃないですか。アヒルです。アヒルさんなんですか。食べてないやん。あ、いてて、かわいい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 。村井さんは、痛い動物を基本、食べる牧場育ちだから。ヨガリ君、あ、どうもどうも、お久しぶりです。先日ぶりです。バンジさん、はぁ、どうも。ありがとうございます。めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。立ったコールダック。実はですね、村井さん、1個ちょっとお願いがありまして。はい、なんでも。あのですね、喜んで何でも。僕たちのエピソードがあるんですけど。え、僕たちエピソード教えてください。実はですね、はい、去年、はい、村井さんたちが、はい、村井さんのチャンネルにですね出させていただいた時に、はい、あの村井さんのおかげで、はい、あの村井さんとコラボした日に、はい、例のホラーですね、登録者ホラーの日です。登録者が1日で1000人増えました。おお、しかも村井さんと会った日に、はいはい、初めてあのアニマルズの動画が急上昇に乗ったんです。すごい。そうなんですよ。その時の動画、ありがとうございます。そうだから村井さんのおかげでいろんなことがこうその日で、ミヤキャットの動画だったんですよ。はい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 、はい、で今100万超えまして。めっちゃすごい。ほんと村井さんはもうだから神の存在って言われてますので。神の、いや本当にいろんなものがね、すごい幸せな話、幸せなんですよね。この子がもうアニマルズから卒業というかこう巣立っていっちゃうんですけど、この村井さんのね息吹を入れてもらいたくて、抱いてもらいたくてですね、はい、ミーアキャットさん、ミーアキャットです。明後日どちらに行かれるんですか。明後日新しい家族が決まりまして、うん、はい、かわいい。めっちゃかわいい。ミーアキャットってあれですよ、日本足で立つんですよ。あれですよね、なんかガサガサブサッ、あ、そうあれですよね。ガサガサブサ、伝えたいことは分かる。え、すごい。これはこの子はなんか生後どれぐらいなんですか。生後2週間です。はい、また長いよ、落ちちゃった、痛いよ。長生きしてもらえるように村井さんのね、はい、よかったね。頑張れ頑張れ。え、泣き声めっちゃ可愛くない。お腹減ってるのかな。何食べるんですか。ミルク、ミルク、まだミルク飲んでますね。すげえ、ミルク飲んでって言ってる。え、泣き声ってるの。顔ちっちゃ。あ、痛い痛い痛い、痛くない、全然痛くない。え、ナウシカの気持ち。そこ行こうとしますね。大丈夫、痛くない。いや、ありがとうございます。え、すげえ。私、あの多分東京出てきてこんなに生き物と触れ合ったのは多分そんなにない。あ、大蛇と触れ合った。あ、ヘビ巻いてましたもんね。確かに。いや、なんだかんだありますよ。あるか。あるんですね。あれさん忘れるの軽く時間です、ね。こ、落ちんなよ、落ちんなよ、落ちるんじゃないぞ、落ちるんじゃないぞ。めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。こっちはね、恋愛この指をガシガシガシ。かわいい。その噛むのかわいいよね。うん、なんて可愛いんだ。あれ全然噛んでない。あれ、おとなしく。なんでこんなにおとなしく。どうした。さっきまで噛んでましたよね。懐きました。噛め噛め、もっと噛め、もっと噛め、もっと噛め。いやー、これでこのミヤキャットも長生きできますね。頑張れ。新しいうちでも頑張れ。あれ、すげえ可愛い。あ、ネギちゃん。ネギマです。ネギマって言う。ネギマ、いつもその、食品になっちゃって。つくねとかネギマとか、食べ物に。ネギマちゃん、かわいい名前。ネギマくんですか。くんちゃん。わかんないですね。真剣な方向性が、まさか、うんこか何かをしようとしている。あ、そうした、そうした。え、すごい、もうトイストーリーの世界じゃん。すげえよ。いっちゃん、いっちゃん、食べられる、食べられる、食べないよ、食べられる、食べないよ、食べないよ。うん、あれ、ネギマちっちゃくなった。なんだ、それは俺の顔がでかいからだよ。
いい締まりが出てありがとうございました。こんなに近くに